まず縦滑りとはどのような滑りかをイメージしてほしい。そのために全く逆の動きをする横滑りと比較してみよう。縦滑りの特徴は、まず重心を移動する切り替えによって角付けを行うこと。その結果、切り替え時には上下動や圧の変動はそれほど生まれない。重心移動によってターンに必要な角付けができたら、ターンを仕上げる方向にスキーが滑っていくのを妨げないような体の向き。体の向きはトップの動きに合わせて変え続ける意識。重心の移動はスキーとの距離をあまり変えず、外スキーに近づいていかないように加重する意識を持つと良いだろう。その結果、外側の股関節、脚部はあまり屈曲せず、体の向きを変えるために内側の股関節や脚部が屈曲しながら進んでいくことになる。基本的には角付けによって得られた外力の強弱で運動の強弱も変わってくる。外力が強い場合は内側の関節の動きも大きくなるというわけだ。反対に横滑りの特徴は、上下運動によって切り替えを行い、スキーを動かして角付けを行う。その結果、テールが多く動くことになり、横に押し出す、もしくは上からスキーを踏みつけるような意識となる。角付けによって得られる外力を受け止める形となるので、ターン中に重心は静止してしまうのだ。この横滑りの特徴を覚えることにより、縦滑りに必要な運動ができているかどうかを判断しやすくなる。今回はこの横滑りの要素とは全く反対の縦滑りの要素をしっかりイメージしよう。ステムターン、二段エッジング、基礎パラレルと横滑りの感覚を確認するバリエーションである。縦滑りを実践するためにはこのような感覚にならないように注意したい。